こんばんはスピリチュアル研究家のカエデです最近頻繁に耳鳴りが起きる耳がキーンってするけどもしかして私病気なの突然耳鳴りがするようになって心ざわつきを感じていませんか耳鳴りがしたら体調やストレス自律神経の乱れを気にする人が多いかと思いますが実は体調以外に スピリチュアルなメッセージを受け取っていることもあるんです今回は耳鳴りの音や合い域聞こえる音によって異なるスピリチュアルなメッセージやツインレイからのサインについてご紹介します特別な体調の変化もないのに耳鳴りだけして気になっているあなたはぜひ参考にしてみてくださいねざわざわとして人混みにいる時に 急に耳が詰まったようになり周囲の雑音が聞こえなくなって耳鳴りだけが響く経験があなたにもありませんかそれはもしかしたらすぐ近くに運命の人が紛れている暗示であるかもしれません。前世何かをきっかけにして2つにあるいは3つ4つに分かれてしまった魂はこの世でもう一度1つになろうと。 互いいに共鳴し引き寄せ合います。魂同士がテレパシーを送り合いあなたの潜在意識からいくつものサインを発しあなたに気づかせようとさせているのです耳鳴りはツインレイが高次元で共鳴し合っているサインスピリチュアルの世界では耳鳴りはツインレイが高次元で共鳴し合っているサインだと言われています前世そのまた 前世に一つの魂だった2人が別々の肉体を持って生まれてきたこの世でもう一度一つになろうと響き合っているのです。ツインレイはいつでも魂の片割れを探しテレパシーを飛ばしています。あなたの潜在意識の部分で会話をしていずれ訪れる出会いの瞬間を待ちわびているのです。魂の片割れと出会いたいと思ったら。 何よりインスピレーションは大事にしてくださいもしあなたにとって直感的に心に残るもしくはハッとするような耳鳴りが起こった時ツインレイがあなたの知らないところで通信し合っている可能性が高いですこれからあなたの身の回りでは少しずつ変化が起こるかもしれません 備えああれば憂いいなしとうう言葉があるように近い将来に来たる運命の出会いに備えて心の準備をしておくことはあなたの未来にとって非常に大事なことですスピリチュアル的な直感を信じることできっと明るい未来が明けるでしょう高音の心地よい耳鳴りは未来に何かが起こるサイン鈴の音のような高音の耳鳴りは 良いい知らせでである場合が多いと前項でも述べましたさりげなくもあなたの胸に響くような心地よい耳鳴りはツインレイと近い未来何かが起こるサインでしょうなぜなら幸運の耳鳴りは天使からのエールと言われているから私たちの生みの親である宇宙からの使いである天使は私たちが真実の愛に気づけるように いいつだってて応援しています。あなたと魂の片割れの波動が高まり共鳴し合いやがて統合へ向かって動き出す時道を間違えることなく正しい方向へ進んでいかれるように道しるべを示しているのですツインレイは統合へ向かう道のりの間数々の試練を乗り越えなければなりません中でも一番大きな試練はサイレント機関と呼ばれていて その期間中は会うこともできなければ連絡を取ることもできないそれはそれはとても辛く苦しい試練なのです特にサイレント期間中はいつ再会できるかもわからない中で途中で心が折れてしまう人も少なくありません耳障りな低音の耳鳴りは波動が下がっているサイン 低音の耳鳴りがする時のツインレイのサインは、お互いの波動が下がってしまっている印です。つまりは、今現在、魂の伴侶とは何をしてもうまくいかない時期である可能性が高いでしょう。ツインレイが統合するためには、互いに試練を乗り越え、波動を高めていく必要があります。しかし、その試練は非常に厳しいもので、みんなが。 みんな試練を達成できるかと言ったらそうでもないのです。自分に自信がなくなって挫折してしまったりゴールの見えないトンネルにモチベーションが下がってしまったりどちらか一方だけやる気があって波動を高めていってももう一方にやる気がなくて魂のレベルの差が開きすぎてしまっていたら統合にはたどり着けないのです。もし、あなたが、 魂の修行をしている最中に耳障りな低音の耳鳴りが起こった場合にはツインレイの波動が下がってしまっているサインかもしれません些細なことで気持ちがすれ違ってしまったり喧嘩をしてしまったりサイレント期間中ではお互いの気持ちが冷めてしまったりどうでもよくなってしまったりすることもあるかもしれません魂の伴侶と そんな風になってしまったらどうにか改善しなくてはと改善策を必死になって考えようとするでしょうしかしそんな時に下手に動くと余計に関係がこじれてしまう可能性もありますまずは落ち着いて波動が下がっている時なんだなと意識すること運気の流れが変わることを待つのが特策です耳鳴りには、 ます。まずは体調両耳から絶え間なく耳鳴りがし続けていたり耳鳴りのほかにも頭痛や吐き気めまいなどの不調が伴うようでしたら病気の可能性もありますから早めに病院を受診してください片耳から時々たまにはたまた1回耳鳴りがする場合には スピリチュアルメッセージである可能性があります耳鳴りがした時間帯や音の質どちらの耳からしたのかにもよって意味合いが変わってきますから耳鳴りがした瞬間のことをしっかりと覚えておくようにしてください基本的にキーン「金」「B」「チェロチェロリン」などという高音の耳鳴りはあなたにとって良い知らせである場合が多く逆に「某」 G などという低音の場合はあまり良くない知らせである場合が多いですしかしそれだけにこだわらず何よりもあなたの直感を大切にすることです低い音でもあなた自身が心地よく感じられる場合には良い兆しだと言えるでしょう耳鳴りは宇宙からあなたへのメッセージですきっと悩めるあなたの道しるべとなってくれるでしょう 以上、いかかがでしたでししたょうか皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。